実用的な最初の外燃機関である入庫面の蒸気機関。機関外部に熱源があり、作動流体は水である。外燃機関は、機関内部にある機体を機関外部の熱源で加熱、冷却により膨張、収縮させることにより、熱エネルギーを運動エネルギーに変換する機関のこと。原動機のうち、燃焼ガスを直接作動流体として用いない、熱機関を指す。 対して、作動流体として用いるものは、内燃機関と呼ばれる。代表的なものとして、蒸気機関、蒸気タービンスターリングエンジンがある。また、原子炉を使った原子力機関も外燃機関の一種である。外燃機関において、熱エネルギーから運動エネルギーに変換する過程で作用するものを、動作機体、動作ガス、作動流体という。 例えば蒸気タービンでは水を沸かしてその蒸気でタービンを回して機械的エネルギーを得るから蒸気が蒸気機関における動作機体である。内燃機関と比較した場合、熱源が外部にあるため燃料の形態による選択肢が広く最適な条件で燃焼させられるため大気汚染物質の排出を抑えやすい。また、化石燃料だけでなく原子力、地熱、 太陽光など、多種多様の熱源を利用できる。また、内燃機関に比べ作動音が比較的静かである。産業革命を引き起こす原動力となった外燃機関であったが、やがて輸送機械を中心にガソリンエンジンなどの内燃機関にとって変わられた。外燃機関は小型化、軽量化が難しく、パワーウェイトレシオが小さいため、輸送機械には向かないからである。 コトレシプロ式の蒸気機関に限れば蒸気機関車などにわずかに残るのみとなってしまった。しかし、大型の蒸気機関については現代でも積極的に利用されている。例えば火力発電所と原子力発電所は蒸気タービンで発電しており、高い熱効率を実現している。これらで用いられる蒸気タービンの熱効率は理論熱サイクルの限界に近いものがある。 また、外燃機関の一種であるスターリングエンジンは、カルノーサイクルに最も近い動作が可能で、その熱効率の高さから一部の通常動力型潜水艦で非待機依存推進に用いられている。なお、コンバインドサイクル発電による効率化は、ガスタービンが内燃機関であり、この節の説明にはそぐわないので省く。ありがとうございます。